から来ました近藤風花です。途中演奏する予定のカントリーロードが使われている耳を澄ませば実写版になったのはご存知ですか？愛知県には、長久手市にジブリパークというのがありますが、そこが魅力です。で、今日は江南市という長久手市よりもちょっと離れているところから新東名高速道路を使ってまいりました。こちら富士河口湖町には3時間半ぐらいかけて静岡の方から愛知から静岡の方から参りました。よろしくお願いします。まず1曲目に演奏するのは皆さんご存知だと思いますが、銀河鉄道39、兵庫県出身の武田大輔さんにもパーカッションで入ってもらいます。